これ見てわかると思うんですけど、めちゃくちゃ勝ってるんですよね。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は月120万円以上の利益をコンスタントに上げることができるプロお墨付きの仕様をマスターさせます。この仕様はかなりヤバくて、僕の生徒が毎月120万円以上の利益を上げているほどの有料級手法になるので、この動画を閲覧されている方はかなり幸運の持ち主です。これ普段聞き慣れないインジケーターを使用していきますので、一見自分にもできるかなっていう風に不安に感じる方もいるかと思いますが、バイナリー初心者の方がここまでの結果を出しているので再現性においては申し分ないです。それにエントリーポイントと勝率ともに最高峰のものになるので、この仕様の習得でバイナリーに向き合う姿勢がガラッと変わります。ただある注意点やワンポイントアドバイス、マル秘情報を聞き逃してしまうと絶対に稼いでいくことはできないので、必ず最後までご覧になることをお勧めします。それでは早速解説をしていきますので、画面を切り替えます。もうすでにエントリーポイントにチェックを入れています。これ見てわかると思うんですけど、めちゃくちゃ勝ってるんですよね。それに5分足での取引にもかかわらず、かなりエントリー可能となっておりますので、この機会にぜひ自分のトレードに生かしてもらえればと思います。それでは仕様の解説の前にインジケーターの導入方法からお伝えをしていきます。まずはじめに一目均衡表の雲を挿入していこうと思いますので、ナビゲーターからトレンドの中にありますこちらの一目均衡表を選択します。このように設定画面が表示されますので、パラメーターで転換線を9、基準線を26、先行スパン B を52と設定します。こちらすべてデフォルトですので、そのままで OK です。次に色の設定のところで、こちら雲だけを使用していきますので、転換線と基準線、そして遅行スパンの3つをこのようにノーンと変更しておいてください。以上で設定ができましたら、こちらの OK ボタンを押します。この一目均衡表は売り手と買い手のパワーバランスが崩れた方向へ動き、方向性が確立した後、相場の行方っていうのは一目瞭然であるっていう考え方に基づいています。つまり一度動き出して方向性が確認できれば、その流れは続くっていうわけです。雲の上でロウソク足が推移している場合は上昇傾向と判断し、下に位置している場合は下降傾向と判断します。それとこの雲がね、厚い場合っていうのは過去の相場のしこりの影響が強く、相場転換には日柄を要します。逆に薄い場合っていうのは影響が少ないので抜けやすく、転換しやすくなります。次にアリゲーターを挿入していきます。同じくナビゲーターからこのビル・ウィリアムズの中にありますこちらのアリゲーターを選択します。こちらの設定は全てデフォルトで大丈夫です。なのでジョーズ期間を13、ティース期間を8、リップス期間を5ですね。次にこの色の設定で、それぞれの期間の色もこのように設定しています。こちらもデフォルトなのでそのままで大丈夫なので、こちらで OK を押します。このアリゲーターなんですけど、簡単に言えば移動平均線を設定期間の分だけ予測して未来に表示させるインジケーターになります。上からローソク足、短期、中期、長期と並んでいることをゴールデンクロス、下からローソク足、短期、中期、長期と並んでいることをデッドクロスとし、上昇トレンド、下降トレンドの判断に使用していきます。基本的に反応が早く短期トレードに向いているインジケーターになるので、スキャルピングなどで活躍しているインジケーターになります。まあ、今回はこの2つのインジケーターを使ってエントリーポイントを探っていきます。これどちらのインジケーターもローソク足が形成される前にサインを読み取ることが可能な未来を予測してくれるインジケーターになりますので、事前にエントリーポイントを把握することができるんですね。それにリスクも最小限に抑えることができますので、利益面においての安定と気持ち的な安定を実現した仕様になっております。では早速今回の仕様のエントリー条件とエントリーポイントについて解説をしていきます。見やすいように少し拡大しますね。まずはじめにこちらローエントリーのポイントからです。このようにローソク足が雲を上から下に抜けていることを確認します。その際にアリゲーターが上から長期、中期、短期と並んでいることを確認します。今回はデフォルトの色で設定してますので、このように長期が青、中期が赤、短期が緑、このように上から並んでいるときですね、条件が揃ったところで次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。次のエントリーポイントですが、こちらは負けてしまっています。こちらね、唯一負けてしまっているポイントなんですけど、それ以上にね、勝っているポイントが圧倒的に多いので、気を取り直して他のポイントを見ていきます。この仕様の注意点を他のエントリーポイントを見ながらお伝えしていくので、ここはしっかりと聞いておいてください。まずこちらもローエントリーのポイントですね。このようにローソク足が雲を上から下に抜けていることを確認します。その際にアリゲーターが上から長期、中期、短期と並んでいること、こ
これらの条件が揃ったところで次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますのでしっかりと勝てているのがわかります。ここで今回の仕様の注意点なんですけど、ローソク足とアリゲーターの位置に注目をしてください。ハイエントリーであればアリゲーターよりもローソク足が上に来ていること、ローエントリーであればアリゲーターよりも下にローソク足が来ていること、これらは必ず確認するようにしてください。先ほどの特性の説明でも少し話したゴールデンクロスとデッドクロスを一つの根拠としているので、こちらの条件が成立していなければエントリーは控えてください。これだけは意識しないと稼ぐこと自体ができないので、慣れるためにも他のエントリーポイントを見ていきます。まあ、せっかくなんでこのポイントで解説をしていくんですけど、こちらはローエントリーのポイントですね。このようにローソク足が雲を上から下に抜けていることを確認します。ここではすでに雲の下を推移してますよね。その際にアリゲーターが上から長期、中期、短期と並んでいることが確認できた、こちらの次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますのでしっかりと勝てているのがわかります。ラスト、こちらはハイエントリーのポイントですね。まずローソク足が雲を下から上に抜けていることを確認します。ここでもすでに雲の上を推移してますよね。その際にアリゲーターが上から短期、中期、長期と並んでいることが確認できた、こちらの次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこちら陽線ついてますのでしっかりと勝てているのがわかります。まあこれ基本的に時間帯において勝率の偏りっていうのがすごいあるわけではないんですけど、ある時間帯が特に勝率がいいので、これ調整行き方はぜひ参考にしてみてください。それは18時から2時の時間帯、ここを意識するだけで勝率がぐっと上がりますし、負けを減らすことにも直結してくるので、手元に残る資金が増えリスクを最小限に抑えることができるんですね。はい、いかがでしたでしょうか。未来を予測できるインジケーターを2つ使用し、先読みできる仕様っていうのを紹介しました。投資に 100% はないと言われている以上は少なからず負けてしまうポイントもありますが、ここまで見てもらって分かる通り、条件が揃ったポイントではほぼ勝つことができています。まあ他の動画でもお伝えしていますが、勝つことが目的ではなく稼ぐことが目的ですので、もう一度目的を明確にし自身のトレードを確立していってください。これどの通貨ペアの勝つことはできますが、ある通貨ペアとの相性が抜群にいいので、もしその情報を知りたいっていう方は僕の LINE を追加し、一目均衡表アリゲーターとメッセージください。まあ順番は逆になってしまってもいいんですけど、その際にグッドボタンを押した写真なんかと一緒に送ってもらえると僕としても嬉しいので、本気で稼ぎたいって思う方のご連絡をお待ちしております。ただ本当にびっくりしているのが、実際に行動に移せる人って100人中20人から25人ぐらいしかいないんですよ。まあ、もちろん行動に移したからといって絶対に稼げるってわけではないんですけど、行動に移さなければその稼ぐ可能すら掴むことができないので、自分の人生を豊かにするためにも一歩踏み出してみてはどうでしょうか。まあ、もし何から始めていいのかわからないだったり、資金管理についてでしたり、はたまた仕様やサインツールのことでも何度もご相談いただければ全てお答えしますので、画面の QR コードを読み取ってもらうか、この動画の概要欄にも僕の LINE の URL が貼ってありますので、そちらが友達追加をしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで今回はここまで。